たぬき開発無人島移住パッケージ、もうなんか絵が全然違う今までの飛び盛りとかと。お、これ豆付きやって豆吉。こんばんは、ようこそお越しくださいました。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めておりますたぬき開発の豆吉とつぶ吉でございます。かわいい。でもどっちがどっちかわからん。僕たち二人もお客様と共に島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますね。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。奥にあるのはたぬきちのやつかな。ポスター。かわいい。最初にお申し込みの確認をいたしますので、お客様のお名前とお誕生日を教えていただけますか?アイナさん、と。なんか聞こえてくる。放送はい、確認できました。では続きまして、今度はアイナさんのお写真を撮らせていただきます。身だしなみを整えていただく時間は十分にありますので、ご安心ください。あ、これで自分のキャラクターが作れるってことか。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じで、お好きなだけ整えてくださいね。ね。おー、とてもいい感じだと思います。では、このお写真で登録させていただきますね。次はこれから移住する島を相談しながら決めていきましょう。まずはじめに、当社の無人島移住パッケージの特徴は、四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため、季節の流れ方が異なる北半球と南半球の二つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。ちなみに今、アイナさんがお住まいの場所はどちらになりますか?日本です。日本か海外か。なるほど、日本にお住まいなんですね。道理で日本語がお上手なわけです。ありがとう。とにかくそういうことでしたら、アイナさんには日本と同じ北半球の島への移住をお勧めしますが、いかがでしょうか?じゃあ、北半球で。オッケー。よくわかんない。それは日本語が上手ではないの。かしこまりました。なんかあれをね、ちゃんと手前におるこのキャラクターだとか、前に置いてあるものと奥のもので全然、なんかぼやけ方とかが、ね、奥のちゃんとぼやけとる。かしこまりました。では、北半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょう。いくつかの島の地図を用意してありますので、移住したい島を選んでください。なお、どの島をお選びになっても、無人島は無人島ですので、何にもありません。住みやすさなどに大した違いもないので、島の形の好みやフィーリングで選んでいただいて問題ないです。しかもあれやろ、今回結構なんか、土地自体の形変えれたりとか、するけん。本当に、もうパッと見って感じかな。それでは地図を見せしますので、こちらの中から好きな島をお選びくださいませ。ね、後からいくらでも変えれるってことやもんね。最初にどれがやりやすいかって感じやろ。え、どこがいいかな?移住先の島を選んでください。とりあえずこの4つから選ぶってことよね。え、どこがいい?もうここなんかいろいろ、ため池みたいな3カ所ぐらいあることない?ここかな?なんとなく。はい。なんかどこからでも水場が近いような気がする。オッケー。私結構ポンポン選びよるね。はい。アイナさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。それでは最後にもう一つだけ質問です。アイナさんがもしも人島に一つだけ物を持っていくとしたら、この中のどれ選びますか?寝袋、明かり、食料、暇つぶし暇つぶしとは。え、これで何?最初の道具が決まるとかそういうこと?寝袋なかったら寝れんのかな?寝袋、明かり、食料、暇つぶし。でもすぐに作れそうな気もするけど、一応暇つぶし気になる。なるほど。え、最悪さ、ま、現実的な問題やけど、寝袋なくてもその辺に転がることはできるよね。あ、すみません。今のは無人島といえば定番かなと思って、興味本位で聞いてみただけです。そういうこと?本当に?かわいい。表情がかわいい。アテンションプリーズ。お客様にご案内です。たぬき開発無人島移住パッケージ、チャーター便はただいま、ご搭乗の準備が完了いたしました。お客様は速やかにゲートまでお越しくださいませ。おー、これは今空港ってことやろ?ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では、アイナさん、一緒に出発しましょう。あれ?受付の二人も一緒に来るとなったら、ここは一体誰が?Good evening, everyone. 本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗、誠にありがとうございます。
到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になって、ごゆっくりおくつろいください。お、あれやん、飛行機で。なんかでっかい画面に映っとるような感じの。あ、一個一個の席の後ろについてるような感じ。うわ、すげえな、なんか。超綺麗やん。すごいなんか滑らかな感じの絵よね。あれか、ポケモリ風。すごーい。なんかすごいな。なんかすごいな。なんか、私ね、マリオカート8デラックスで、動物の森のコースがあるけど、あれぐらいの絵にはなるんかなって思いよったけど、あれ以上よね。なんか、うん、全体的に滑らかさがすごいな。素晴らしい。あれは何？橋が完成したってことか。そう、今回マイクラみたいな DIY 要素もあるけんね。あ、すごい。そう、この水族館がめっちゃすごいって思いよったんや、私。事前の映像とか見よっても。タイトルが出てきそうな予感。違った。たぬき開発プレゼンツ。到着、あ、すごい。めっちゃ木も揺れよるよ。あ、ここに降り立つってこと？あ、通り過ぎた。通り過ぎた。ちゃんと着地する場所があるってことかな。おー、なんか音もいいね。お、これは？ハンナちゃんと誰？皆さん長旅お疲れ様でした。この2匹はもうここにおること決定なんかな？着いたばかりのところ申し訳ないんですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで移動をお願いします。それじゃあ案内しますので、L で僕たちについてきてください。スティックね。ほら、くるぶしやって。挨拶を後にしてとりあえずついていこうぜ。挨拶を後にして今は言われた通りついていこうよ。この子たちと一緒に私はチャーター便でやってきたってこと？同じ便で来た仲間たちってことかな？移動めっちゃ遅いね。かわいい。超かわいい。はい。なんかマフラー巻いとる。あ、季節的にってことか。皆さんちゃんと揃ってますか？念のため、点呼しますね。この、何？最初の2匹、この同じチャーター便で来るメンバーがそれぞれ違うんかな、みんな。ハンナさん。くるぶしさん。くるぶしっていうのはあれは何？かしわ餅なの？あいなさん。はいはい。はい、大丈夫ですね。私もうちょっとおしゃれがしたいんやけど、服装とか。社長、今回の申し込み者3名お連れしました。はいはい、ご苦労様でした。では、あれやね、あの木の切り株とか見よったら、ドラクエビルダーズを思い出す。どうもどうも皆さん、ようこそだなのも。僕はこの無人島移住パッケージを企画したタヌキ開発の社長、タヌキチと申しますだなも。今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるだなも。タヌキチがセーター着とる。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだなも。まあ、完璧なる、なんていうん？無人島生活っていうわけではなく、ちゃんとサポートするメンバーがおるってことやんね。ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも。僕は不動産業もやってるから、無人島に立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらっただも。そのうち家も作れるってことよね、多分。ここにいるマメキチかつぶきちからテントを受け取って、好きな場所に貼ってきてちょうだい。どっちがつぶきちでどっちがマメキチなんやろ。わからんけど、旗持っとる方に声かけてみよう。あ、つぶきち。はい、こちらがエナさんの分にテントになります。かわいいなぁ、なんか、尻尾がパタパタしよるのも超かわいい。気に入った場所が見つかったら、X のポケットからテントを選んで貼ってくださいね。テントを張るには、ある程度のスペースが必要なので、張れるかなと思ったら、とりあえず広げて試してみてください。それからこの島の地図もお渡ししておきますね。ふんふん。テントを張り終わったら、そちらの地図を頼りに、ここまで戻ってきてくださいね。では、行ってらっしゃいませ。あれよね、まずは、この、まあ、ここを拠点として、拠点というか、として、ここから近い場所の方がいいよね。あ、あっこに飛行機が止まっとんや。ここからなるべく近くて、でも水場にも近い方がいいな。水場？海の方？あ、なんか、そこに建てるつもり？ねえねえねえ。
よっ、オイラくるぶしってんだ。これからよろしくな、デッサイ。あ、すごい。やっぱなんか近づいたら、キャラクターが浮き上がっとって、周りちょっとぼやけるね。どうだ、いい場所は見つかったか。オイラは自然を感じられるところにテントを張って、心と体を鍛えようと思ってるんだ。でも水場って言ってもな。ちょ、待って、もう一回出て。あ、ここはもうあれなんや。この辺とかにする。ここすぐ降りれるんよね。あ、なんか木の実っていうか、リンゴとかもあるし、この辺にしとこっかな、私。ここがいい。テント。あ、なんか思ったより広かった。ここにテントを張ろうかな。想像してみる。ぽわーん。てか、めっちゃ風強くない？ここに決めちゃおうかな。オッケー。超風強いね。何？台風でも気温やね。自分のテントを張った。無人島生活の第一歩だ。イェーイ、張ったよ。中なんかあるんかな。まだ狸さんの説明も済んでないし、中に入るのは後にしよう。中ちらっと覗くぐらい良くない？走れるけど、やっぱりこれ、あれなんかな。地面削れたりするんかな。あ、どうも戻ってきたよ。あ、アイナさん。もうテントを張り終わったんだもん。他の二人が戻ってきてないから、まだ場所を探してると思うんだよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか、様子を見てきてもらえると助かるだな。なるほど。あれなに、他のメンバーの位置とかも、マップで分かればいいんやけど、ハナちゃんどこ行ったの？くるぶしとは逆方向かな。ハナちゃん、ハナちゃん。ハナちゃーん。いないんですけど。ハンナちゃん。え、てかさ、他の動物たちは、あ、いた。一体どこからやってくるんやろ。あんたは確か、アイナって名前だったよね。うちはハンナだよ。よろしく、だってね。知ってる。うちの村にもいるから。アイナはもういい場所を見つけたのかい？うちはフィーリングで決めようと思ったんだけど、どこもいい感じだから、意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺りで決めちまおうかもと。決めちまおうかとも思ってるんだけど、結構みんななんかいい感じでポンポンポンぐらいの感じの位置に。アイナはどう思う？良さそうだね。ほんとかい？じゃあちょっとうちの脳内シミュレーションに付き合っておくれよ。脳内を覗き込めるのか。この場所にうちのテントがあったとしたら。ふんふん。なんかテントの形違う。え、私の三角じゃなかった？丸やん、これ。いいな。こんな風になると思うんだよね。だってね。テントもなんかキャラクターによって違うんかな。いいと思う。よし、この場所はうちがもらった。くるぶしは？くるぶし。あんたのおかげで心が決まったよ。ありがとね。だってね。もう一人のくるぶしの方はどんな様子だろうね。もしかしたらうちみたいに迷ってるかもしれないし、見てきてあげた方がいいかもね。なぜこんなに風が強いんだろうか。ね、もうちょっと離れたとこ行かん。ちょっと変わった場所行こや。アイナはもうテントを張り終わったのか？オイラは自然を感じられるところにテントを張って、心と体を鍛えるつもりだ。例えばこの辺りなんか良さそうな気がしてるんだけど、アイナはどう思う？探してあげるよ。なんだって？オイラのためにいいとこ見つけてくれるっていうのか？知り合って間もないのに、お前っていいやつなんだな、アイナ。いやー、それほどでも。それじゃあこれ、オイラの命、預けたぞ。うわぁ、重い、重いよ。オイラのそのテント、お前のおすすめの場所に貼ってやってくれ。とりあえずオイラは新生活のイメージトレーニングをしながら広場で待ってるからさ、デッサイ。一緒に来ないの？え、一緒に来ないの？そこは、あ、走り去っていく。前見て、ちゃんと。どうしよう、川辺とかにする？自然を感じられる場所がいいって言ったもんね。ね、この辺にせん、あ、ちょっと待って。この辺にしよう、この辺。くるぶしのテント。水辺が近す、ちょっと待って、向こう向きでやらんといかんのか。じゃあ、ちょっと待って、この辺で。どう？いいんじゃない？くるぶしさんのテントをここに貼ろうかな。想像してみる。こんな感じで、色が違うね。水色や。ここに決めよう。滝の音でちょっと眠れんかもしれんけど。大丈夫やろ、くるぶしなら。くるぶしさんのテントの場所を決めた。これで全員のテントの場所も決まったし、広場に戻ってみよう。ふんふん。
ほいということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。